ルセ、または、ルーセは、ブルガリア北部の都市、人口は166-056人、ルセ州の州都、ブルガリア第5の都市、ドホドノズダニエは、劇場で、町のシンボルとなっている。ブルガリアの北の国境であるドナウ川に面し、対岸には、ルーマニアの都市、ジュルジュがある。ジュルジュとは、ルセジュルジュ有効記念橋で結ばれている。 ブルガリアの首都であるソフィアからおよそ3 0 0トルブルガリアの国海海岸からはおよそ2 0 0トル離れている。ドナウカーギ市に港があり、ブルガリアの国際交易の一翼を担っている。ローマ時代の遺物紀元前3000年期から紀元前2000年期にかけてのトラキア人の集落が見つかっている。集落は他部族による侵略、あるいは 自然災害などによって滅びたと考えられる。妊婦の偶像のある古代の礼拝書も見つかっており、聖職、多山の女神が崇拝されていた。後にこの地には、ローマ帝国の軍事拠点が築かれ、60の船の町と呼ばれるようになる。ルセは、現在のベオグラードとドナウデルタとを結ぶ拠点として、栄えたが、6世紀にアバール人の侵入やスラブ人の没工によって、破壊された。 第二次ブルガリア帝国の統治下にあった13世紀から14世紀にかけて、ルシ、あるいはゴリアムヨルゴボと呼ばれる集落が置かれた。はじめは1380年に、かつてのローマ遺跡の付近に建設され、ドナウ川交易の拠点だったが、1388年にオスマン帝国に併合される。オスマン帝国の統治下では、1595年に、 失敗に終わったブルガリア人とブラフ人による放棄に対する報復として町は破壊された。後に町はルスチュクとして再建された。町は後にドナウ川地域におけるオスマン帝国の重要な拠点となり、帝国のドナウ州の州都となった。ドナウ州は現在のソフィア、バルナ、西ュなどを含む州である。ルセはブルガリアにおける民族復興運動の中心地となった。 ブルガリアがオスマン帝国の支配から解放された1878年以降、ルセはブルガリアの経済、文化の拠点となり、また物流の中心地となった。ブルガリア初の民間銀行、保険会社、商工会、映画、鉄の船、気象観測所など、ルセからは多くのブルガリア書が生まれた。第一次世界大戦と、 第二次世界大戦の間、南ドブロジャ地方がルーマニアに割譲されたことにより、ルセの経済的重要性は低下し、人口も減少した。これによって、ルセは人口で、ブルガリア第二位の座から転落した。現在でもルセに領事館を持っているロシアを除いて、ルセにある外国の領事館は閉鎖された。1940年に、南ドブロジャがブルガリアに復帰した。 ルセは再び地域の中心となり、経済活動は復興を始める。1955年、対岸の町、ルーマニアのジュルジュと、ルセジュルジュ有効記念橋で結ばれ、ルセは再び物流、経済、文化の一大拠点となる。1980年代、対岸のジュルジュに、ベラキンの工場が建設され、以降10年以上にわたって、大気汚染を引き起こした。 これによって、ルセの人口は減少し、1万5000人が町を脱出した。1989年、ルーマニア、ブルガリア両国の共産主義体制の崩壊に伴って工場は創業を停止した。共産主義体制崩壊直後の1990年代には、深刻な経済危機がブルガリアを襲い、多くの失業者を生み出した。2000年代に入って経済が復興に向かい始めた。 現在、ルセは人口16万人を数え、ブルガリア第5の都市である。ルセの 15km 南には、かつての軍事空港跡が残されている。空港は2008年から2009年の再開に向けて、復興中である。ルセでよく見られる、建築様式。ポピュレーション音1.02、2011倍、プロビンセス、ミュニセパラティス、セタルメンツエイジ。 ナショナル・スタティスティカル・インスティチュートハット・ポピュレーション・バイ・プロヴィンスミューニセパラキーセトルメントエスニック・アイデンティフィケーションバイ・1.02 2011ブルガリアン・ナショナル・スタティスティカル・インスティチュートハット rousse.net 2003年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年11月25日閲覧 ゾーンバルメリア2006年11月25日閲覧ロッスセ BG2006 年11月25日閲覧ありがとうございます